僕厚志校は日本の家政学者。学位は文学修士。静岡県立大学短期大学部副部長、子供学科教授。日本女子大学家政学部助手。鶴見大学短期大学部保育科教授などを歴任した。1965年に生まれた。同名の学校法人により設置、運営される日本女子大学に進学し、 火星学部の火星経済学科にて学んだ。1987年、日本女子大学を卒業した。その後、日本国が設置、運営するお茶の水女子大学の大学院に進学し、人文科学研究科の舞踊教育学専攻にて学んだ。1991年、お茶の水女子大学の大学院における修士課程を修了した。それに伴い、 文学修士の学位を取得した。大学院修了後、母校である日本女子大学に採用されることになり、1993年より、家政学部にて助手を務めた。2002年、掃除学園が設置、運営する鶴見大学の短期大学部に転じ保育科の講師に就任した。2005年には、鶴見大学の短期大学部にて助教授に承認した。その後、 学校教育法の改正に伴い、職位が助教授から准教授となった。2014年、鶴見大学の短期大学部にて教授に承認した。2016年、県と同盟の公立大学法人により設置、運営される、静岡県立大学の短期大学部に展示、新設された子ども学科の教授に就任した。その後、 静岡県立大学の短期大学部においては副部長も兼務した。専門は、家政学であり、特に身体教育学といった分野の研究に従事した。具体的には、幼児の動きについて、その発達の研究に取り組んだ。また、幼稚園での教育において、健康という概念の変遷についても研究していた。 学術団体としては、日本保育学会、日本小児保健学会、日本学校保健学会、幼児教育士学会、日本乳幼児教育学会などに所属した。ありがとうございます。